はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はね、タウンホール12の攻撃、ちょっと1個もね、見ていきたいというふうに思います。で、今回のね、攻撃っていうのは、無欲ってね、タウンホール10で、どれくらい前かな、半年から1年前ぐらいに結構流行ったね、ファルコンってやつですね。これをちょっとやってくれた攻めがあったんで、見ていきたいというふうに思うんですけども、大五郎さんですね。で、相手も当然タウンホール10位なんですが、まあ、カンストではないですね。IT が3本と、まあ、イーグルがちゃんとレベル3であって、クロスボウもね、きっちりとレベルがマックスまで上がってるんですが、大砲がね、ちょっとまだ、しっかり育ってないかなっていう感じですね。で、まあ、ジンはね、結構マルチに近いような、中心にタウンホールがあって、で、区画が結構ね、細かくこう区切ってありますよね。で、こういうね、細かい区画を見ると、どうもやっぱりね、思っちゃうのは、ディガーをね、使っていったらいいんじゃないかなとか、あとは、ホグライダーを使ったらいいんじゃないかっていうようなね、発想になることが結構あると思うんですけども、この大五郎さんね、今回のこの配置をファルコンで攻めていくということで、結構ね、これもこれで理にかなってるんですよ。まあ、そこをね、これから説明していきたいというふうに思うんですが、まあ、まずは全体見ていきましょう。アシャクイがね、食い品の形で進軍しながら、ボールバスターで壁をまず殴り上げると。で、そこから出てくるのはジャイアントの集団ですね。こいつらが中心でタギを取っている間に、後ろから、アーチャークイーンが援軍を処理しつつ、さらにそれを追い越すように、バルキリーが入ってくるという格好になってますね。で、3次側の角っていうのはライトニングドラゴンと、こうバリアンキングでね、こうカットしていって、あとはもう中心部に入った全てのユニットがレイジーに乗っかって一気に暴れて、壁をぶち壊しながら、バルキリーが進んでいくと。で、後ろからはヒーラーがね、これまたレイジーに乗っかって、回復量を底上げされながら、バルキリーを回復していくので、なかなかバルキリーがやられませんよと、まあ、いう格好の攻め方ですね。で、残るのはもうあと外周にね、8次面からぐるーっと、2次面ぐらいの外周にこう防衛が残っているだけですんで、もうバルキリーのね、この残り方からすれば、まあ、これを突破するのはそう難しいことではないということで、もうね、しっかり中心部にバルキリーが前段流し込めた、あの時点でもうほぼほぼ勝負ありということですね。これまたお見事な攻撃です。で、まあ、これね、結構私もやってみたんですけども、よく失敗するんですよ。でね、なんで失敗するのかなっていうところを、ちょっとこのね、大五郎さんの攻めを見ながら考えてみたんで、そこをね、少しお話ししていきたいというふうに思います。まあ、まずは残り30秒、この前回までを見ていきましょうかね。バルキリーが、あとは残った施設を押していきながら、壁の中に関しては、アチャクイかな。アチャクイが、こうね、どんどん打ち進んでいって、全開ということですね。非常にお見事な攻撃です。まあ、うまいですね。素晴らしいなと思います。で、細かくね、ちょっと見ていこうと思うんですけども、まずは、アチャクイパート。クイヒーですね。これ、なんなんでしょうね。一個、ヒーラー出し忘れたのかなわかんないんですけど、どういうことでね、なんか、途中で一個ヒーラー出しましたよね。で、まあ、これでね、アチャクイが、クイヒーの格好でしっかり攻め上がってきますね。おそらくこれは、半時計回りには、回そうと思ったんでしょうね。で、どっかこの辺からね、壁の中に入っていって、防衛軍の処理ということを考えたのかもしれませんが、ちょっとね、今回は残念ながらそれちゃって、プランニングの変更を余儀なくされてます。で、そこからなんで結構ね、おそらくこう焦ったと思うんですけども、まあ、でも多分この感じで見ていくと、かなりね、逆走した場合どうしようかなっていうことも、ある程度かなりというか、まあ、考えていながらね、この攻めしてたのかもしれないですね。非常にスムーズに、リカバリーができてますんで。で、あとはね、ここですね。アシャクイが壁の中にこうサイドカットがね決まってるんで入っていって、防衛軍を処理、しながら後ろからバルキリーが、流し込まれていくんですけども、このバルキリーね、大事なポイントっていうのはアシャクイ、まあ、クイヒーがねちょっと壁の中に入ったところらへん、ここら辺で投入するっていうのが肝です。そうするとなんていうのかな、バルキリーがアーチャークイーンを当然途中で追い越しますよね。追い越したところでダメージを受けながら追い越しますよね。当然追い越していけばターゲットがバルキリーに移るんで、で、そういう状態で、今言ったようにクイヒーを追い越すと、クイヒーのヒーラーがダメージを受けているバルキリーの集団、これのが当然ねユニットコストが重いんで、こっちにスイッチするわけですね。このスイッチが決まらなかったら、このファルコンっていう戦術は絶対決まらないで、もしね今アーチャークイーンが壁の中に入る前
前に追い越していっちゃったら、バルキリーがね追い越していっちゃったら、バルキリーは、まあ、しばらくねあのダメージを受けないまま、あそこ、ウォールバスがこう突っ切ったじゃないですか。ダメージを受けないまんま壁の中に入っていっちゃって、で受ける頃にはヒーラーとバルキリーの距離が空いてしまって、でスムーズなスイッチができないようなねあの場面になってしまうと思うんですよ。今回大五郎さんのちょっとねバルキリーが遅く出てきたっていうのは、そこがすごいポイントで、あれ早く出しちゃうとバルキリーが単独で中に入って、後ろからヒーラーがもうついてこないと、ダメージを受けた頃には回復できるヒーラーがいなくって、どん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 火力の高い中心部でやられてしまうっていう現象が起こるので、これねやっぱりクイシーが少し壁の中に入ったところ、この辺を見計らってバルキリーを出していく、そのための入念なサイドカットをやっておくっていうね、事前にこの辺りの攻めのバランスっていうのが、このファルコン、これをね成功させるすごい重要なポイントになってくるというふうに思います。で、もう一回見ていきたいと思うんですけども、いやでもね逆走したにもかかわらずね、これだけしっかりプランニングを修正してね決めていけるっていう大五郎さん、これ結構すごいなと思いますね。当然クイヒーのあの逆走パターンっていうのはやるからには必ずね、まあ、特にこういうリーグとか一発勝負の場合にはもう必ずやっておくべきリスクヘッジではあるんですが、まあ、それにしてもねここまで綺麗に成功させるっていうのはねなかなか難しいと思いますね。でこのヒーラー1体残ってるのはもしかしたらですけども、ババヒーとかの形にしようとしたのかもしれないですね。ここでババヒー、ただこっち側にこう流れていた時に思うのは、別にアーチャークイーンとかはいないじゃないですかね。いないので、逆走したがためにヒーラーが1個バーバリアンキングにつけるほどでもない火力だと判断して、もうクイヒーに、ね、つけて、最終的にはこのバルキリーにスイッチさせるということで、あえて、ね、中心部に送り込んだのかもしれないですね。で見てください、これもうサイドカットがすごいしっかりされてますよね、こっち側、三次側なんで、バルキリーがまあそれる要因がなくてね、後からできたバルキリーっていうのがもうきっちり今ここジャイアントと合流しながらね、ヒーラーを奪い取って、そのまま攻め上がってますね。で当然バルキリー数が多いんでマルチ IT がこうありますけども、そのターゲットをねジャイアントと一緒に協力しながら全部バルキリーが取ってくれてますね。で後ろからヒーラーが束になったユニットをこう回復していくと。で1個ね重要なこと言い忘れました。これ区画がこう狭く区切られてるじゃないですか。なんでバルキリーがね逆にばらけないんですよ。これ区画が広いとバルキリーがわーっと散っちゃって、でどこをヒーラーが回復させたらいいのっていう、ヒーラーが迷子になっちゃうんですよね。そんなことをしているうちにバルキリーがどん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 単独撃破されていって自利品になっちゃうんですけども、こういう風にね壁が区切られてる場合っていうのは、逆にそれがバルキリーの進軍には良くなります。まあ、ご存知の通りね、レイジかけたバルキリーは壁なんかもう豆腐みたいに砕いてきますから全然ね苦にしないわけですよ。であれば逆に狭く区切ってもらった方がバルキリーの進路が、限定されて、で、束になってバルキリーが進むことができると。これがね、さっき、まあ、冒頭かな私言いましたけど、ディガーとかねホクライダーで攻めたくなっちゃうんですが、あえてそこをファルコンにしていくメリットになりますね。逆にね、もしかしたらこれもうちょっとね、壁がその一個一個の区画がこう広かった場合には、ファルコン決まんなかったかもしれないですね。ばらけちゃって、ばらけさせないような壁の作りにしてくれたっていうのが、このファルコンを今回ねこう綺麗に成功させた要因なんじゃないかなというふうに思います。ね、まあ、ぜひ、この攻めも参考にしてもらえたらというふうに思うんですが、本日はこの辺で、失礼いたします。よろしければね、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日はこの辺りで失礼します。バイバイ。